新年また YouTuber が逮捕されました。おめでとうございます。たわけ。今夜はどんな YouTuber が出てくるんでしょうかね。真相は CM の後。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日は1月3週目の週末でございますね。突き刺すような寒さですね。ご飯食べ行こうかなと思ったんですけど、寒すぎて引き返しましたもんね。ビリビリです。でもお腹空いてるからどうしようかなと思った結果、もう腕なんか食べちゃおうかななんてこと言ったり、だからいかがお過ごしなんだよおまんたちって言っておりますよ。2024年逮捕多いこの時間です。さあ今週のオールテックニュースこの時間です。今週起きた気になるニュースを一気に紹介していきます。1つ目、また YouTuber 逮捕。今月11日、スーパードミネーターの名義でいわゆる詩人逮捕系 YouTuber として活動していた沢田優容疑者が、過去に交際していた女性に対し難病を患っていると装い、治療費約250万円を騙し取った疑いで警視庁に逮捕されました。この沢田容疑者、当時交際していた女性に対し難病指定されている原因不明の発熱などが症状の成人スチル病を患っていると装い、治療費として3000万が必要と嘘をついていたことが判明。沢田容疑者に病気の症状は見られず、連絡もなかったことから不審に思った女性が相談、事件が発覚しました。調べに対し沢田容疑者、金は遊ぶために使ったと容疑を認めているということです。はい、このスーパードミネーターさんのチャンネル、僕も知ってたぐらいには有名なんですけど、こちら駅とか電車内で痴漢とか盗撮を見つけて警察に引き渡す様子を撮影アップロードしていたってことで、ね、名前知ってる人も多いと思うんですけど、お前もかい。なんか軒並み詩人逮捕系じゃなくて自身逮捕系に転身していきますね。これは警察の本気を感じますね。さらに2つ目、逮捕。今月16日、横浜市で女性を盗撮していた男を恐喝、口止め料として現金を要求したとして、いわゆる詩人逮捕系の YouTuber として活動している30代の男2人が恐喝未遂容疑で逮捕されました。いや本当に捕まり始めてる。最近不起訴とかでね出てきましたけど、コロアキさんとかガッツチャンネルさんとか、さっきのスパドミさんとか、詩人逮捕系 YouTuber 逮捕されすぎ問題あるでしょこれ。でこの男性のうち一人はですね、 YouTube 上で R 探偵という名義で活動していて、ちょっと僕は分かんなかったんですけど、詩人逮捕系同様に盗撮してる人とか見かけては警察に引き渡す様子をアップロードしていたんですけど、この事件があった去年の8月の夜ですね、神奈川県の横浜駅で女性のスカートの中を盗撮していた20歳ぐらいの男性に、警察に行くこともできるけどそれは嫌でしょ、慰謝料としていくら出せるのと言いまして、現金を奪い取ろうとした疑いが持たれています。それはねこの人やってたか分かんないですけど、痴漢盗撮してるのがそもそも問題なのは大前提なんですけど、これを出しに恐喝してたら盗撮犯とかと同じ犯罪者なことには変わりないからな。まあ実際起訴されるかどうか不明ですけども、まあ YouTuber としてね報道されてしまうんでね、これ以上配信者の中から逮捕者は出てほしくないというのが本音ですね。さらにちょっと変わった逮捕ありましたね。3つ目、メンチカの代表逮捕。こちら今月の16日ですね、新宿歌舞伎町拠点に活動するメンズ地下アイドル、いわゆるメンチカの男と共謀して、イベント会場で未成年の少女の体を触ったとして、タレント育成会社の代表取締役の男と他1人を東京都の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕したことが発表されました。具体的に何をしたかというと、アイドルのメンバーに未成年の女性の胸を触らせたりとか、上から覆いかぶさって性的な体勢にさせたりと、ちょっと行き過ぎたファンサをしていたんですね。まあ相手が未成年なんでこれはやりすぎだということで警察が逮捕に踏み切ったということなんですけど、お客さんとして来てた女性に触るということはアイドルの裁量に任せていたと供述しています。まあそれはそうなんですけど、チェキ会っていうのがねこういう会話にもあって、購入した枚数を増やすほど男性アイドルと2人きりの時間が増えるんで、ファンが大金を払うケースっていうのが相次いでいて、でそのファンがですね、その支払い代をパパ活とかで稼いでいたんですよ。だからまあパパ活を摘発した時に発覚したんかもしれないですね。これはホストの売りかけ問題もそうなんですけど、なかなか根深い問題じゃないかなと思いますね。次です。4つ目、スターブローバックカフェ。今月14日の夕方頃、愛媛県のスターバックスイオンタウン川の池にて男性が何者かに撃たれ死亡するという事件を受けました。店員の方からテラス席の男性が拳銃で撃たれたと通報を受けた警官が駆けつけ、被害に遭った男性を救急搬送したんですが死亡が確認されました。防犯カメラの解析の結果ですね、岡山市に本部がある特定抗争指定暴力団の池田組の幹部であることが判明しています。現在警察が逮捕状を取って公開手配に踏み切ってるんですけど、拳銃所持している容疑者がどこかで逃走続けてるということなんで、地域の方は十分に注意してください。次です。5つ目、新幹線内でやらかす。こちら今月の16日、 JR 浜松駅に停車していた東海道新幹線の上り光号の車内にて、クマ撃退用のスプレーを誤って噴射、乗客2名に軽い怪我をさせたとして、登山帰りの乗客を過失傷害の疑いで書類送検したと発表がありました。はい、この5分車なんですけど、このスプレーを所持していた乗客が安全装置を正しく装着してない状態でリュックサックを荷台に置いていたってことが原因で、この5分車を受けた乗客、目や喉の痛みを訴えています。そもそもこのクマ撃退のスプレーってどんな効果があるのか調べてみたんですけど、スプレーのこの成分のほとんどが唐辛子の辛味の成分、カプサイシンと呼ばれているものが使われてました。いや地獄。でまあ北米では90%以上の確率でヒグマの攻撃を止める効果があると実証されているらしいんですけど、このヒグマにかけてこの実績なんで、人が浴びたらとんでもないことになりますよね。目とかに入ってたら大変なことですよ。去年の秋から冬にかけてクマの出没による被害が急増してて、登山行く方は持ってる方多いと思うんですけど、これ安全装置確認不足の5分車、これ十分気をつけないと、自分が本当にクマったことになりますよ。
はい、次再び逮捕です。6つ目、とんでもない乳児施設職員。こちら今月15日埼玉県内の乳児施設にて2歳以下の女児に性的暴行を加え、その様子をスマホで撮影保存したとして施設の元職員25歳の男を強制性交、児童売春、児童ポルノ禁止法違反の容疑で再逮捕したと発表がありました。もう悪魔この男。去年12月にも同様の別の女児の体を触るなどとして強制わいせつ容疑で逮捕起訴されていたんですけど、取り調べに対して男は一貫黙秘を続けているという状態ではあるんですけど、この押収した犯人のスマホからは約20人の女児に対するわいせつ行為、性的暴行の場面を撮影した動画や静止画が保存されていると発表がありました。自分に子供できて施設に預けてこんなことされてたらと思うとゾッとしますよね。絶対に許してはいけない事件だと思います。次です、7つ目、コンビニでケツ出して逮捕。何しろこれ。今月11日名古屋市東区のコンビニで24歳の男性職員に尻を見せたとして48歳の男が愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。なんでそんなことするのこれ。この事件ですね、容疑者が男性の店員に対して尻の線に沿って切り込みが入った黒色のストッキングを履いて、店員に対してこう棚で選ぶふりして尻を突き出して左右に振ったっつって、で帰ったんですけど、コンビニの店長が変なやつおったっつって110番通報して、防犯カメラの映像からこの容疑者が浮上して逮捕されたんですけど、この男性とこの店員に面識なくて、取り調べに対してお尻を見せれば仲良くなれると思いましたと供述してるということです。でもお坊ちゃまくんか。次です、8つ目、ハローワーク襲撃。10日、長野県長野市就労支援施設のハローワークにてパソコン14台を金槌で破壊した疑いで31歳の男を器物損壊容疑で逮捕しました。こちら現行犯逮捕されたのが長野市に住む男。午後3時半、長野市中御所のハローワーク長野の待合室で求人検索用のパソコンがあったんですけど、その14台をハンマーで叩き割りました。まあ動機としては仕事が決まらなくてイライラしてやったということなんですけど、で SNS 上で刑務所の中の労働が決まりましたねとか、そのパソコンを破壊できる行動力を他の場所に使えば余裕で就職できそうと、まあそういった声が上がっています。まあ、この凶暴性があって就職できなかったのかもしれないですね。スタバの事件もそうなんですけど、電車とかね公共の場所での事件というのが最近増えてきてるんで、まあ、何かあったらね撮影とかちょっとやじ馬するんじゃなくて自分の身を守れるようにね自衛を徹してください。次です、9つ目、リアルグラセフ。こちら16日、慶応大学に通う20歳の男が乗っていたタクシーの運転手を殴ってそのままタクシーを奪ったとして強盗傷害の疑いが逮捕されました。この男2023年の12月ですね、千葉県市川市で自分の乗っていたタクシーの運転手の男性を殴って怪我させてそのまま逃走っていうね、もうグラセフの世界でしか見たことないような強盗したんですよ。さらに引きずり下ろした後 250m ぐらい走行していたということで、その後事故も起こしていたことが判明してます。で結局ですね、基準値を超えるアルコールが検出されたんですけど、まあ、おそらく年明けとかねこの忘年会とかだったと思うんですけど、飲みすぎて何があったのか不明ですけど、やりすぎでしょこれ。このアルコールを飲まれっていう、ね、選択肢ももちろんあると思うんですけど、会社とかサークルの付き合いとかもあると思います。その場合ですね、自分の中の適量っていうのを、ね、しっかり見極めて楽しめる範囲で付き合ってください。で最後です、10個目、赤い封筒を拾った投稿が話題に。15日 X にて道端に落ちていた赤い封筒を拾ったという投稿が話題になりました。これはメーコン。前の動画でもショートでもこれ解説してるんですけど、あのメーコンってやつですね。これちょっと軽く説明すると、台湾に昔残ってた風習で、封筒の中には女性の写真と髪の毛とか入ってるんですけど、実はこの写真の方は亡くなってて、親族が未婚のまま亡くなった個人を生きてる人間と結婚してもらおうということで道端に置いていくんですよ。でたまたま通りかかった人がなんやこれと思って拾ったら、物陰から個人の親族が現れて強制的に結婚させられるっていうもので、ただね結構いろいろパターンがあって、拾った人を見て、あなた拾いましたね、その写真のこと結婚してくれっつって、で占ったら、いやなんかあなた微妙なんでこの話なしでって、向こう側から断ってくるパターンがあるらしいんですよ。トラウマでしょこれ。でまあ今回話題になったこの投稿がですね、日本国内なのか海外なのか分かんないんで、もしね皆さん海外行くことあって、この封筒以外にもね結構物落とす人いるんですよ。で拾ったら泥棒みたいな、それでお金もらおうとするみたいな犯罪もあるんで、なんか落ちててもね拾わないようにしてください。でまあこの名簿に関してはほとんどなくなってるそうなんですけど、まだ一部地域には残ってるそうですね。久しぶりに僕も見ました。はい、というわけで今週以上でございます。やっぱなんか逮捕報道多かった気がしますね。あの皆さんは逮捕されないようにしてください。あとやっぱ寒いです、防寒をしっかりしてね、風邪ひかないようにしてください。今日は以上、また来週のこの時間でお会いしましょう。おやすみなさい。